こんにちは。今回紹介するのはウルトラヒーロー500のウルトラマン銀河です。可動は、まあ、普通のウルトラマンの素組と同じですね。あと背中はちょっと塗装が省略されていますね。僕は個人的になんですけど、ウルトラマン銀河は真正面から見るよりこうやって横から見るとちょっとかっこいいかなと思いますね。では今度はウルトライブしてみましょう。